開幕を前に県庁で開かれた会見では、蒲島知事が手に汗握る熱戦が予想される中で、県ゆかりの選手のメダル獲得を心より期待していると挨拶しました。熊本マスターズジャパンは22の国と地域から267人が参加予定で、世界ランキング20位までのうち9割近くの選手がエントリーしているということです。県関係では、先月行われたデンマークオープンで準優勝した再春館製薬所の志田千春・松山奈美のペアや、熊本県出身の福島由紀・廣田さやかペアなどが出場する予定です。熊本マスターズジャパンは、明日から今月19日までの6日間、県立総合体育館で開催されます。